で次の部品が4つ、タカタカ。でその次の部品も4つ、タカタカ。で最後にタン、3、4、4、1。そしてここからまた3、4、4。テクニック的なこととしてはですね、単音ってことはすごく乱暴に言っちゃうと常に一箇所しか押さえてないわけですよね。だからすごく少ないミニマムの最小の力で応言している、ペッシャリングしているということを勉強練習してみましょう。それが一つで、もう一つはそれを実現するためということでもあるんだけど、いいポジションに入りましょう。こうフレットのすぐ近くに入りましょう。次に使う音の上空に指を準備しておく。例えばもうこれは絶対だ。今みたいに弾くんだったら必ずもうこういうふうに次に使う押さえるところの真上に指が準備されていて入るだけにする。だから指が離れようとする方向もこっちじゃなくて、極端に言うとこっち方面になってますよね。今度は1番目の話ですよね。力を最小限、ミニマムの力で済ませる。これは技術的なことを言うと、こう押さえてきたとしますよね。で、こう指がの伸びようとする。指がこう入ろうとしていきますよね。だからその指が向かっている方向、こういう方向に音圧をかけようとしてほしいんです。出だしから普通に IM でのオルタネート、交互に弾くということになります。ここがスイープになりますね。4弦が I で終わっていてということになりますから、こうやって段階的に上げてきてるでしょ。でダイアトニックで1番の D、1番ね、2番の E マイナー、3番の F シャープマイナー、4番の G というふうにダイアトニックコードを1番から4番まで順番にパラレルモーションで動かして上がっていってるわけ。上がってっているのになんでイケイケぐらいに盛り上がんないんだって思うでしょ。それはティーラーラーランっていうふうに加工音形で次を呼び出してくるので、一軒一軒ならないんですよ。それに対してつけているサブのコードが1番に対して6番っていう平行調、要するに双子の兄弟のコードをこういうふうに対峙してつけてきてますよね。でこれも全く同じで、上がっているものを同じようなことをしているので、ここを仮の1と見ると、これは仮の6番目っていうふうに見ることができます。レギュラーグリップとシェーハの入れ替え。肘の内側をやはり軽く右前方にスイングさせて、ご覧のように手のひらが左後方を向くようにできますよね。前腕部をまたこう回転させつつ、この挙動に合わせて前腕部を、手のひらが左後方を向くベクトルに、回転させる。これが正波に入っていく流れということになりますよね。Cシャープマイナーに入るところでポジションチェンジ、なおかつ正波。